マーロン・ウェイアンズは、アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク生まれの俳優、脚本家、プロデューサー、映画監督である。兄弟の多くが、コメディアン、俳優、脚本、制作などの立場で、TV、映画産業に携わっており、マーロンの他にも、長径記念アイボリーを筆頭に、デーモン、ショーン、果ては彼らの子供たちや親戚までもが活躍している、ことで知られ、総じて、 ウェイアンズ兄弟、ウェイアンズ一家などとも呼ばれる。1972年にソーシャルワーカーの母親とスーパーでマネージャーをしていた父親のもと男女10人兄弟の末っ子としてニューヨークに生まれる。市内の公営住宅に住んでいた一家は毎週日曜日に教会へ行く経験なクリスチャンだった。高校を卒業したマーロンはニューヨークの演劇学校フィオレロ H、ラグアディア、 ハイスクールオブミュージックアートパフォーミングアーツとワシントン DC にあるハワード大学で演技を学ぶ。1988年に兄であり映画監督のキーネン・アイボリーが監督した映画へ出演して映画デビュー。その後1992年から1993年にはジム・キャリーラと共にコメディ番組へ出演し、 1995年から1998年には、兄のショーンと共にシットコム、ザ・ウェイ・アンズ・ブロズに出演して、人気を博す。2000年に出演したジェニファー・コネリー共演の、レクエム・フォー・ドリームではシリアスな演技も披露した。同年、兄のショーンらと共同で脚本を書いた、最終絶叫計画が、大ヒット。その映画には、サブキャストとしてフラフラなマリュファナ中毒の、 国人青年をコミカルに演じており、アメリカ国内のみならず、日本でも徐々に名前が知られ始める。その後も順調にキャリアを築いており、2004年には公演兄弟のレディキラーズへ出演し、トム・ハンクス率いる主要キャストの一人を演じた。大作アクション映画 GI 上のプロモーションのために2009年7月に来日。 東京都江東区にあるララポートとよすぎて行われたジャパンプレミアに監督のスティーブン・ソマーズをはじめ韓国俳優のイ・ビヨンホンやシエナ・ミラーらと共にレッドカーペットを歩いた。日本滞在中にはいくつかのウェブサイトや雑誌のインタビューにも応じている。かつてティム・バートンが監督したバットマン・リターンズとシリーズの3作目であるバットマン・フォーエバーの監督をバートンがする予定だった。 頃に、ロビンの役柄として出演が決定していた。衣装合わせまで行っていたらしいが、2作目は、脚本の変更。3作目はバートンが監督を、降板したことで、クリス・オードネルが同役を演じた。現在は結婚しており、2人の父親である。GI 上の上映スケジュール、映画情報映画の時間、オンザロック、作品情報映画 .com。ありがとうございます。